ザ・ダイナマイト・キッドはイギリス出身のプロレスラー。日本ではリングネームをそのまま直訳し、爆弾小僧などの異名を持った。英国マットを経て、カナダのカルガリーで頭角を表し、1980年代後半は WWF でも活躍。過剰なまでの受け身で対戦相手の攻撃を引き出す。一方で、スピーディかつ直線的、自らの危険すら顧り見ない妥協なき、 攻撃スタイルからカミソリ選手とも形容された。このスタイルは後世のレスラーらにも多大な影響を与え、彼を目標に掲げるレスラーは今なお多い。元プロレスラーのテッドベトレイに支持し、彼の紹介でビリー・ライレージムにもで稽古に行くなどして、シュートレスリングを学び、1975年27歳でデビュー。 ビッグダディラ・クラブトリー3兄弟の主催するジョイント、プロモーションズを活動拠点に、1977年は、ローラーボール、マークロッコと構想、1978年1月25日には、ジムブリークスから、ブリティッシュウェルター級王座を奪取した。同年4月に、カナダのカルガリーへ渡り、スチュハートのスタンピードレスリングに定着、7月に、 A 連邦ミッドヘビー級王座の初代王者に認定されている。以降ブレッドハートと同王座を争い、元 NWA 世界ジュニアヘビー級王者のネルソン・ロイヤルとも対戦した。1979年7月、A 連邦ジュニアヘビー級王者として国際プロレスの79ビッグサマーシリーズに初来日。7月19日の北海道菊内町大会での初戦では、 寺西勇を相手に30分時間切れ引き分け。7月20日には、秋田県大館市で、アシュラ、原が保持するホブル世界ジュニアヘビー級王座に挑戦して、ダブルカウントアウト。翌7月21日には、新潟県村上市で原と、国際プロレス初のラウンド制のダブルタイトルマッチを行い、4分7ラウンドの時間切れで引き分けている。国際プロレス来日時のギャラは、 カルガリーにおけるギャラの週400ドルを上回る週1000ドルだったとされる。しかし、同時期に国際プロレスと提携していた新日本プロレスもスタンピードレスリングに急接近し、初来日直後の同年8月にアントニオ猪木、坂口誠二藤波辰美のカルガリー遠征を実施、テレビ朝日、ワールドプロレスリングの90分特番において、8月18日に行われた。 藤波 VS キットの WWF ジュニアヘビー級王座戦を録画中継した。翌1980年1月、国際プロレスはキットの再来日を予定していたものの、最終的には新日本プロレスへの移籍が決定する。以降、新日本のジュニアヘビー級戦線にて、藤波や初代タイガーマスクのライバルとなって活躍。 1984年1月に開催された WWF ジュニアヘビー級王座決定リーグ戦では、いとこのデイビー・ボーイ・スミス及びザ・コブラとの三つどもへ、決勝戦を制してチャンピオンに輝いている。この間、北米ではカルガリーを主戦場にしつつ、アメリカ合衆国本土にも進出。1982年8月30日には、新日本のブッキングで、 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンに初登場し、初代タイガーマスクと対戦している。1983年は、オレゴン州ポートランドを拠点とする、太平洋岸北西部の PNW で、活動、9月7日に、カート・ヘニングを破り NWA パシフィック、ノースウエストヘビー級、e、王座を獲得し、11月12日には、ジアサシンと組んで、ヘニングバディローズから、 同卓王座を奪取した。同地区では、半米ヒールとなって、t v インタビューにおいて、正常期に火をつけて燃やしたこともあった。本拠地のスタンピードレスリングでは、1984年3月9日に、キラーカーンを破り、フラッグシップタイトルの北米ヘビー級王座を獲得している。1八十四年十一月、全日本プロレスへ、デイビー・ボーイ・スミスと共に移籍。 新日本の第4回 MSG タッグリーグ戦に出場が予定されていたキットスミスが全日本の84世界最強タッグ決定リーグ戦に参戦するという衝撃的な遺跡劇だった。キットスミスはこの遺跡は当時新日本が提携していた WWF のカルガリー侵攻に対する反発であり、全日本サイドも アメリカでの NWA 対 WWF のレスリング王が原因であるとして、引き抜きではないことを主張していた。この事態を受け、MSG タックリーグ戦の立ち会い人として、来日していた WWF の総帥、ビンスマクマホンジュニアは、新日本の坂口政治副社長の橋渡しで、ジャイアントババとトップ会談。選手引き抜き問題に関して話し合ったとされるが、 翌1985年もキットスミスは、日本では全日本プロレス、アメリカでは WWF を主戦場に活動しており、実際は単なる表敬訪問に終わっている。なお、この時期よりキットは、ウェイトアップを図り、スミスともどもヘビー級へ転校した。移籍当時は、テレビ朝日との契約問題がクリアされておらず、 キットの84世界最強タッグ決定リーグ戦における試合は日本テレビ全日本プロレス中継では放送されなかった。1985年3月より WWF に本格参戦してスミスとのベビーフェイスのタッグチームブリティッシュブルドッグスで活躍。1986年4月7日にはレッスルマニアにのシカゴ大会においてドリームチームから WWF 世界タッグ王座を奪取した。シングルでは、1985年11月7日の PPV ザレスリングクラシックで行われた16人参加のワンナイトトーナメントに出場、1回戦でニコライ・ボルコフ、2回戦でアドリアン・アドニスを破り勝ち進んだが、準決勝でランディ・サベージに敗退した。また、ブリティッシュ・ブルドッグスのライバルチームだった。 ルージョブラザーズのジャック・ルージョーとは、犬猿の中で、バックステージでの死闘騒ぎを起こしている。1986年12月13日、カナダのハミルトンでのタッグマッチにおいて、試合中のアクシデントにより、追患版に重傷を負った。この負傷は、キットのその後の選手生命に、大きな影響を与えることとなった。百八十八年末に WWF を離脱して、 1989年からは再び、スタンピードレスリング及び全日本プロレスへ復帰。1990年にデイビー・ボーイ・スミスとのコンビを解散してからは、ジョニー・スミスとニュー・ブリティッシュ・ブルドッグスを結成。1991年4月6日に、小橋健太菊池武史を破りアジアタック王座を獲得した。スタンピードレスリングでは、ブッカー業務も手掛け、相撲原こと、 北原後期をカルガリーにブッキングしている。1991年の世界最強タッグ決定リーグ戦最終日に行われたジョニー・スミスと組んでのジョニー・エースサニー・ビーチ戦の試合直前に現役引退を表明。中田・リューリングアナがお客様にお知らせいたします。次の試合に登場するダイナマイト・キッド選手は本日この試合を最後に 現役を引退することとなりましたと告知すると、場内は大きな絶叫とどよめきに包まれた。試合は、スミスのアシストを受けたキットが代名詞のダイビングヘッドバットでピンホール勝ちを収め、試合後にはジャイアントババや三沢光ミと握手を交わし、リング上で胴上げが行われた。1993年7月に復帰、1996年10月には、 道の区プロレスの両国国技館大会に来日。ドスカラス小林邦明とタッグを組み、初代タイガーマスク、ミルマスカラス、ザグレート、サスケ組との対戦で久々に日本のファンの前へ姿を現したが、かつて誇った肉体美は面影もなく痩せ細り、体調の悪化が歴然としていた。現役時代に結婚した夫人とは、 キットの家庭内暴力を理由に離婚。元夫人は自分の喉元へショットガンを突きつけられたと主張しており、キット本人もこれを認めていた。その一方でキットは当時自宅には弾丸がなく弾が入っていない銃で脅してみせただけと弁明しており、真相は明らかになっていない。晩年は現役時代のステイロイド剤をはじめとする多種の薬物群の投与や、 1986年に寄った追患版の大怪我等の影響で車椅子生活を余儀なくされていた。キットの影響下にあったクリス・ベノアが死去した2007年には CNN の取材で現役時代のステロイドと鎮痛剤の使用について語った。2013年ドキュメンタリー映画ダイナマイトキット A マターオブプライドが完成。2月24日に マンチェスターのヒルトンホテルで行われたイベント試写会において、公の場合久々に姿を見せた。2016年10月5日、NHKBS プレミアムで放送された、アナザーストーリーズ運命の分岐点に出演。脳卒中に倒れ介護施設に入所中であったが、タイガーマスクのことなら話したいと特別に取材を受け入れた。 60歳の誕生日を迎えた2018年12月5日、死去したことが複数のメディアにより報じられた。不法を受けたサヤマは、偉大なライバルだったトミーが亡くなり、悲しみに暮れていますとコメント。翌12月6日、自身が主催する、リアルジャパンプロレスの後楽園、ホール大会において、追悼の10カウントセレモニーが行われた。現役当時は、気難しいイメージで知られ、 ファンサービスをほとんどしなかった。1982年1月1日の新日本プロレス後楽園ホール大会でのサインボール投げで不機嫌そうな顔で客席に叩きつけるようにボールを投げ込む姿はアメトーークのプロレス特集でも紹介された。また、試合前に行われていた花束城からの花束贈呈も不愛想な態度で受け取らないことも多々あった。小橋健太は 少年時代にサインをお願いしようとしたが、差し出した色紙を投げ捨てられたエピソードを語っている。しかし、実際には自身を日本人レスラーに対する外国人レスラー、すなわちヒールと捉えていたので、ファンに対してもヒールとしての立場を貫き、あえて不愛想に接していた側面がある。佐山聡志曰く本来は礼儀正しい性格で、 英国マットではバックステージで大変慕われていたとのこと。タイガーマスクの負傷により空位となったベルトをかけて小林国明と王座決定戦を行う際、試合前に女性アナウンサーから小林の印象と割れ小林なんか知らない。顔も見たことない。俺がチャンピオンだといかにもヒールらしい返答をしたが、アナウンサーのサンキューベリーマッチという挨拶に対してはどうも、 日本語で返す茶目っけも見せた。また、1990年の世界最強タッグ決定リーグ戦への参戦時には、福沢明アナウンサーが全日本プロレス中継内で実施していたプロレスニュースのインタビューに応じ、日本語が話せるのですかの問いかけに対して、日本のスポーツ新聞を読みながら、大丈夫。どうしたの畜生、なんじゃこりゃと、真顔で答えて見せた。 また、現在でこそ、コーナーポスト上での技の攻防は、試合中の見せ場の一つになっているが、キッドは、その先駆者的存在の一人であり、トップロープからのなだれ式、ブレインバスターやサイドスープレックスなども、得意としていた。他にも、相手の首に腕を打ち付けるのではなく、腕を引っ掛けるようにして、マットに引き倒す、独特のラリアットも、得意とし、 ラディアットの元祖スタンファンセンをなぎ倒したこともある。日本では国際プロレス、新日本プロレス、全日本プロレスで入場テーマ曲は異なっていた。ありがとうございます。